こちゃんです。ですね、先ほど下からこれ折り曲げた時、出来上がりのところから下から8センチのところにリングが来るように、そしてこのどこにこのラインが、このテープが来るかをちゃんと、このチャコペンシル、これで消えるペンなんで、これ線を引いて置いたところにリングテープをずっとこうやって並べて待ち針で打ったものがこれになります。で、どっから縫い始めるかとどこで縫い終わるかなんですけど、これ出来上がりがこっちになるんで、その時にここのところまではちゃんと縫い目が来ているようにっていうことだと、ここまで来ないとダメなんで、この辺までは来てほしい感じですね。で、今実際リングテープは8センチのところからしかないんですけど、この下にリングが来る必要がないんで、テープはもうここで、これ前に使ったテープはここで切ったんで、ここからしかないんですけども、それはいいと思いますが、もしかすると、まあ、それは好みだと思うんですけど、ここまでしか縫わないと、実際表から見た時にここら辺まで縫い目が残っててブチって切れちゃうことになるんで、だったらこれ全部、ここ見えるところ全部縦の線で縫い目をこう見せた方がいいのかな、よくわかんないんですけど、まあそれは好みだと思います。私はここまでちょうどこれ見えるギリギリのところなんで、もうちょっと1センチぐらい下まで ここまで縫うって感じですね。これ上縫い始めのとこなんですけどはも同様で、ここに折り曲げた時マジックテープがくるんで、ってことは見えるっていうのはこっからなんですけど、そうするとここが見えるギリギリのラインなんですけど、もうあと1センチぐらい上から縫えば、ちゃんと上まできちんと縫い目が来てて、そこに縫い返しじゃないけど、なんて言ったっけな、あれはほつれないように縫い返しますよね。部分がこうここに来ることもなく、ここね収まるんで、影のところにいいかなと思ってます。まあ、それは好みかもしれませんね。で、この両側をミシンで上手に縫っていきます。じゃあまた縫った完成品を次の動画で紹介します。じゃあね、あこちゃんでした。